城はピラミッドの中だ。新入りが無理そうなら援軍を送るぞ。ジョーダイ、俺たち二人だけで十分だぜ。ピンチの時こそ見せ場って言うだろ。こいつだっていいとこ見せてくれるさ。なあ、行こう。さあ、行くぜ。俺たちの力を合わせるんだ。お前に何があったって怖くない。限界の壁を突き抜けて前に進むんだ。思った通りだ。俺たちのスピードとコンビネーションは最高だ。このまま一気に突き抜けるぜ。リンガー、入り口を見つけたぜ。そこから工場の中に入れるはずよ。気をつけて。ワクワクするぜ。ここで兵器を作っているのか。みんなをロボット代わりに働かせやがって。エクマを捕まえたらこき使ってやる。あほんと、心配しちゃって損したわ。エッグマン軍め、爆弾のバーゲンセールかよ。対空砲なんかじゃまるで防ぎきれないわ。ここも確かにおかしだ。ライトアップにしちゃ守備が悪すぎだぜ。
協力無駄にはしないで。レーダーで未確認生物の反応では、オリノヌス様。爆撃で極限斜めってとこか。すんなり通してはくれなさそうだな。後悔すなよ、俺は追いつくないからな。想定外だが、ヒーロー気取りの偽善者をいたぶるのも悪くない。貴様らに教えてやろう。弱者に希望などないということ。希望はあるさ、捨てない限り。はっ。捨てたのは命だったな。交代だ、あとは任せろ。どこの死に損ないかと思えば、青い救世主君か。貴様からは匂うぞ、恐怖がな。この俺に破れた記憶が蘇ったか。匂い？気のせいじゃないか。名前も知らないお前のことなんて全く覚えてないぜ。俺の名はインフィニット。会うのはこれが最後になると思うがな。Thanks。じゃあインフィニット、ついでに教えてくれ。お前の好きな色は、寂しい夜に聴きたい曲は、お前の力の秘密は、なんなら最後のだけでもいいぜ。俺の力の秘密など貴様には関係ない。そりゃ残念。だったら力づくで教えてもらうぜ、仮面野郎。うん、面白い、やってみろ。うわっ、おおおあ、ソニック、前から来るぞ。薄汚いドブネズミがまだ駆けずり回っているのか。ハリネズミをご存じないとはね。このトゲで優しく教えてやるぜ。
しか。この俺を相手に何秒持つか試してやろう。ようやくあの時の振りが返せるぜ。性能がアップしているだと。あいにくロボットと違って成長するんでね。1秒ごとに強くなってるかもな。減らず口もそこまでだ。すぐに黙らせてやる。やっぱりあいつの力の秘密を突き止めないと。僕はソニックを助けられなかった。ああ、こっちのソニックのことだけどね。ソニックはエッグマンの怪物にやられて、でも今は君がいる。まるで世界がバランスを取るためにソニックを、どんなソニックでも必要として呼び寄せたみたいだよ。エッグマンさえやっつければこの戦争は終わる。そしてエッグマンの力の秘密が分かればきっと君を元の世界に返してあげられるはずなんだ。あ、この先にエッグマンの反応があるよ。行ってみよう。
変だな。向こうに砂漠が見えるよ。ここってグリーンヒルのはずだよね。おかしいな。聞け新入り、他の仲間は敵とやり合ってて動けねえ。どうやらお前の通るルートが一番の当たりだったみたいだ。ソニックの救出はお前にかかっている。必ず見つけ出せ。収容所みたいな牢獄に監禁されているわ。多分ソニックもそこよ。警備が厳しいけど頑張ってね。この部屋も外れか。くそ、こっちはまだ応戦中だ。足止めを食っちまってる。投獄されていたようだな。許せねえ。エクマンとエクマン軍は必ず打ち倒せ。警戒レベルが3。
最高まで上がったわ。ソニックの気配を感じる。この近くだ。これで試作型ファントムルビーの廃棄は完了です。ドクター、こいつは最初に起動させたものしか使えん欠陥品じゃからな。ええ、俺並みの精神力がなければその起動もできません。ミスティックジャングルの研究所も閉鎖したし、これで。そうじゃ貴様、あそこで逃げ出したソニックに会ったそうじゃな。はい、だが俺の前ではただのゴミ、気にする必要もありません。見逃したのか貴様、ゴミと危険物の区別もつかんのか。これは失礼、ソニックに負け続けたドクターとは違い、俺は勝ったことしかないので。ファントムルビー試作型、ソニックが生きてるって。どうした。何も、計画は予定通りに。無論じゃ、時来たればレジスタンスどもは消滅し、世界は怪人に傷、栄えあるエッグマン帝国はそこから生まれいずるのじゃ。そして世界中のゴミどもはファントムルビーの力に恐怖し、ただひれ伏すのみ。なんじゃ貴様は。おのれ許さんぞ。想定外のパワーじゃ。いいぞ、自分の天才ぶりが怖いぐらいじゃ。想定外ってことは計算が甘かったんじゃないの。ほうほほほ、想定外のパワーじゃ。いいぞ、自分の天才ぶりが怖いぐらいじゃ。想定外ってことは計算が甘かったんじゃないの。むしろ失敗だよね。ほうほほほ、想定を超えてこそ天才、凡人どもには分からん境地じゃ。10% しか落ちておらんぞ。絶対に嘘だね。嘘か本当かすぐに思い知らせてくれるわい。自慢にもならん。
いずれレジスタンス軍もろとも一網打尽にしてくれるわ。楽しみに待っておれ。どんなに抵抗しても対局は変わらん。哀れなやつよ。こうして貴様らと遊ぶのも最後かと思うと感慨深いの。きっちり3日後、わしの計画で貴様らは皆消滅するのじゃ。3日後？計画って？言ったらサプライズにならんわ。よく言うじゃろ、絶望を待つ苦痛は絶望そのものに勝ると。例えが難しすぎたかの。ほうほうほう。ピラミッドの中だ。新入りが無理そうなら援軍を送るぞ。どうもエリー。俺たち2人だけで十分だぜ。ミンチの時こそ見せ場って言うだろ。こいつがいいとこ見せてくれるさ。なあ行こう。さあ行くぜ。俺たちの力を合わせるんだ。この前に何があったって怖くない。限界の壁を突き抜けて前に進むんだ。思った通りだ。俺たちのスピードとコンビネーションは最高だ。このまま一気に突き抜けるぜ。いざ。入り口を見つけたぜ。そこから工場の中に入れるはずよ。気をつけて。ワクワクするぜ。ここで兵器を作っているのか。みんなをロボット代わりに働かせやがって。エクマを捕まえたらこき使ってやる。市街地まで攻め込んでくるわよ。町のみんなを逃がしてあげて。つっても誰を行かせるってんだ。ソニックもシルバーもまだ動けねえ。すまねえ、自分たちも現在シーサイドヒルで交戦中で援軍には。同じく第8小隊。敵の攻撃が激しくて身動きが取れない。くそ、他に手はねえか。よし、新入り、きついかもしんねえが市街地の一般市民の救出に向かってくれ。みんな、逃げ遅れた人たちの避難状況を教えて。こちら SPO、現在交戦中。一般市民のフォローにまで手が回らない。こちらも交戦中で、そんな余裕は。聞いての通りだ。お前が頼りだぜ、新入り。エッグマン軍を引っかき回しつつ救出に向かってくれ。トン！まさかあれはデスエッグを量産されていたのか。やべえ雰囲気だな。新人には荷が重すぎやしねえか。
けるよな、新入り。バースト。お見事、大したものだ。すごーい、快進撃だね。俺様の見せ場を取られちまったぜ。やったな、新入り。だが浮かれるんじゃねえぞ。グレイト、頑張ったな。今のお前ならやれると思ってたぜ。やりやがったな。おかげで俺様の出番がなくなっちまったぜ。気をつけて。ワクワクするぜ。
ここで兵器を作っているのか。みんなをロボット代わりに働かせやがって。エッグマンを捕まえたらこき使ってやると。ほんと、心配しちゃって損したわ。信じられない、ソニックが生きてる。これで一生分の運を使い切っちゃったかもしれないけど、後悔はないよ。行こう、ソニックを見つけてエッグマンの計画のことを伝えなくちゃ。どんだけ、そういえばエッグマンはソニックがミスティックジャングルにいたとかなんとか言ってたよね。盗み聞きした話だとソニックはここにいるはずなんだ。そ
ソニックにもソニック探しをお願いするのも変だけど、頼むよソニック。一般市民のフォローにまで手が回らない。こちらも攻勢中で、そんな余裕は。聞いての通りだ。お前が頼りだぜ、新入り。エッグマン軍を引っかき回しつつ、救出に向かってくれ。まさかあれはデスエッグを量産されていたのか。やべえ雰囲気だな。湿気には荷が重すぎやしねえか。思いったって放り投げるわけにもいかねえだろ。いけるよな、新入り。アステロイド、アステロイド。Let's fight.
通達だ。敵は尻尾を巻いて逃げ出したぜ。任務成功。おのおのが責務を果たした結果だ。正体不明の複数の反応を検知したわ。場所はソニックたちがインフィニットと戦った研究所よ。エッグマンのロボットか何かじゃないのか。生体反応よ。それも2つ。とにかくロボットじゃないわ。妙だな。新入り、偵察を頼む。その二つは何なんだ。もし二体とも敵なら新入りの手には余るぞ。気をつけて、流れが急になってるわ。目が回りそうな場所ね。流れに身を任せた方がいいかも。研究所があるよね。人に見られたら困るような実験をやってるってことだろ。はい、ドリはっ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 。水遊びとは大層なゴミ分だな、新入り。あなたも滑りたいわけ？俺はただ気を抜くなと。とにかく気合を入れてけ、新入り。反応がだいぶ近くなっているわ。もうすぐ後続部隊が来るから、みんなと合流して。ピンピンしてるぜ。お前は久しぶりだな。元気か？ソニックが無事でよかったけど、悪い知らせもあって、エッグマンが僕らを3日で滅ぼすって宣言したんだ。3日でだよ。3日か。それだけあれば十分だ。
く聞け新入り、他の仲間は敵とやり合ってて動けねえ。どうやらお前の通るルートが一番の当たりだったみたいだ。ソニックの救出はお前にかかっている。必ず見つけ出せ。収容所みたいな牢獄に監禁されているわ。多分ソニックもそこよ。警備が厳しいけど頑張ってね。この部屋も外れか。くそ、こっちはまだ応戦中だ。足止めを食っちまってる。使われていた形跡があるぜ。他にも仲間たちが大勢投獄されていたようだ。許せねえ。エクマンとエクマン軍は必ず打ち倒せ。が言うには、何かの計画が進行中で、それが完了したら僕らは全滅ってことらしいんだ。いつもなら笑い飛ばすところだがよ、現にエッグマンはすでに世界の大半を制圧しちまってるしな。一体どんな計画を。おい、大事な話の最中に悪いが、襲撃を受けてる。援軍をくれ。シャドウだ。あいつに仲間がどんどんやられちまってる。シャドウだって？そういや、あの時もエッグマンに味方して。わけがわからねえ。なんでシャドウが敵に。もしかしたらあの不思議な力で操られているのかもしれない。本人に聞くしかなさそうだな。俺が行ってくるぜ。
聞いて。シャドウの目撃情報が入ったわ。市街地上空を高速で移動中ですって。
すぐ先よ。気をつけてソニック。シャドウ、一体どうしたって言うんだ。なっ、カオスコントロール。シャドウがもう一人消えた。こいつはフェイクだ。フェイク？どういうことだ。インフィニットは仮想現実の存在を作り出すことができる。精巧な実体を持ってはいるが、心も魂もない。仮想現実？じゃあ、エッグマン軍についていた両覚えのある連中も？フェイクだ。問題なのは、本物でなくとも力は本物と変わらないということだ。ルージュの報告によれば、インフィニットは無限に仮想現実の存在を作り出せるらしい。No way! じゃあいくら倒しても、奴は無限にそれを補充できるってわけか。その通りだ。このままではこちらに勝ち目などない。勝ち目なんてのは自分たちで作るもんさ。今までだってそうしてきただろ。今回もまだやり方が分かってないだけさ。市民のフォローにまで手が回らない。こちらも交戦中で、そんな余裕は。聞いての通りだ。お前が頼りだぜ、新入り。エッグマン軍を引っかき回しつつ、救出に向かってくれ。はぁ？はぁ？はぁ？まさかあれはデスエッグロボ。量産されていたのか。やべえ雰囲気だな。新人には荷が重すぎやしねえか。思ったって放り投げるわけにもいかねえだろ。いけるよな、新人。はあ？
は尻尾を巻いて逃げ出したぜ。任務成功。各々が責務を果たした結果だ。